信です。本日は千葉県千葉市の若葉区、久々にこっちの方まで来ました。四つ街道近いですね。実はですね、本日千葉市若葉区のある一角でとあるイベントをやっているので、目的地へこのまま向かってみようと思います。いや、久しぶりに来ましたよ。成田桜、四つ街道、八街と看板が出ています。この辺ね、どのくらいぶりだろう。下手したら15年ぶりぐらいかな。あ、すごい。DSJ、ドローン、操縦資格取りませんか？こっちの方に、ドローンスクールジャパン。あった、スプラッシュ。スプラッシュコンバットゲームフィールド。ここですね。初めて来た。スプラッシュ。スプラッシュコンバットゲームフィールド。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。どうもどうも。もう初めてなんで。あ、そうなんですか。はい。ぜひぜひ、驚いて帰ってください。はい、驚かせてください。お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ、どうもよろしくお願いします。いろいろ教えてください。ハンドスピナーの進化系フライングスピナー、これね、日本初だそうです。 T シャツいただいちゃったんで、お礼の T シャツ。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。やったー。じゃあプレイヤーの T シャツいただきました。一般のお客様も体験会とかシミュレーターとかも用意してますので、声かけていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。じゃあプレーダーさんのブースの方で、裏切りということで、シミュレーションのね、
体験ができるんですけど、明日の午後3時までにベスト3に、記録が残った方は豪華な景品があるということなので、ぜひ皆さん明日チャレンジしてみてください。以上になります。今日は1日なんとか無事に終了させることができました。ありがとうございました。明日はまたよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。帰り気をつけてお帰りください。今日は、ありがとうございました。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ちょっと俺もドローン研究させてください。了解です。はい、ということで本日は千葉県千葉市にあるスプラッシュさんというね、サバゲー場とドローンのコースがある、広大な土地のね、大人の遊び場に遊びに行ってきました。そこで今日は、JDL ジャパンドローンリーグの、公開練習日だったんですが、その公開練習日を見て雰囲気を味わってきました。いやー、ほんとドローン半端じゃないです。普通にドローンって言ったらイメージするその飛び方とは全く異次元の、本当にね、すごいレベルのものだったと思います。映像を見てくれた方はちょっとだけ伝わってるかなって感じがするんですが、もしよかったら、詳細概要欄に入れとくので、興味のある方は軽くチェックしてみてください。はい、ということで、ドローンの業界これからどん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 ね、盛り上がっていきそうな予感です。なんとね、去年2017年にはドバイの方で賞金1億円のドローンレースも開催されたりとか、なんかね、すごいことになってるんですよ。で、この業界ね、今後ね、そのテクノロジーだったりとか、あとはカメラがついてるでしょ。なのでいろんな業界にさまざまな需要があったりとか、発展していく可能性が大いにあるので、まあ予算的にはね、ゴーグルだったりとかプロポだったりとか、その機体だったりとか、レース用のね、プロ仕様のドローンっていうのはすごく、まあ子供ではちょっと手の出しにくい金額なのかなって感じの予算がかかるんですけども、今後本当にね、すごく発展しそうなシーンだなと思ってチェックしてきました。ということで、今回はね、喋りはちょっと少なめなんですが、こんな感じで V は終わりたいと思います。 Thank you.